あ、撮れましたね。撮れました。皆さんすいません、お待たせしました。ということで閉会式を始めたいと思います。あ、音楽何も準備してないっす。誰か何かいい BGM をください。人だよりだよりマグロマグロ、あ、デラックさん来てた。はい、マグロは流しませんけども、じゃあちょっと準備します。適当にカービィのマイリスから。ん、何にしよう。まあスパデラの曲スパデラのメドレーがあったはず。あった、はい。汚いとは流しません。マグロも流しません。まあ、ね、マグロでいいんじゃないですか、ね、みんなマグロ待ち望みすぎでしょう。タイムシフトがいたらめっちゃうるさかったんですけど、はい、漫画読んでた。はい、はい、ということで音楽も流れてますかね。21分の遅刻有罪すいませんでした。ちょっとねスライドの方を準備してたんで音下げるか。はい、ということで皆さん本当にお疲れ様でした。わーい。はい、お疲れ様でした。ただいまより星のカービィスーパードラックス RTA 初心者大会閉会式を始めまーす。わーい。はい、盛り上がっていかない、サクッといきましょう。皆様お疲れ様でした。3ヶ月前ぐらいからですかね、募集を開始して、長かったような短かったような、まああっという間でしたね。皆さんいっぱい練習してくださったと思いますけど、まあいろいろありましたね。なんかこんなに事件が起きるとは思ってませんでしたが、まあ早速進めていってよろしいでしょうか。リアクションがない。はい、閉会式。いや、ねえ、どこまであれ、はい、入ればいいのかが分からなくて。いや、もう全然ガンガン入ってなっていいんですけど。ガンガン入っていいんですか。せっかくね、通話してるんですから、ね、通話してるの意味がないですよ。はい、閉会式プログラムです。まず、結果発表。はい。はい、結果発表でーす。そして、はい、続いて特別賞も発表します。さあ、まず、結果発表ですね。まずね、皆さんが走ったタイムと、一応順位も、つけましたので、発表していきたいと思います。なんかどう進めていけばいいのか、あんまりわかりませんけど、まあ、いきますか。はい。まず、11位と10位です。11位、英史さん。タイム72分25秒、一言、20年後も楽しんでカービィをチーズハンバーグが食べたいです。いや、チーズハンバーグ美味しいけどさ。美味しいけど、うん、どういうこと。僕もいまいち意味は分かってないんですけど、まあチーズハンバーグが食べたいらしいので食べたい。僕も食べたいです。はい。カービィをチーズハンバーグが食べたいです。文脈がよくわかんないんですけども、はい、うん、まあ今回大会をね一番エンジョイしていたんではないかと思いますが、ついにね剣が見つかりましたからね、今大会で。そうですね、剣ね、はい、唯一の剣でしたね。そうですね、はい、感想書くの途中で飽きたんじゃなくて、もうちょっと頑張ってください。飽きるの早すぎですね。はい。そして10位、青ニートさん、タイム大体71分、参考記録。一言、本当に申し訳ございませんでした。このような神聖な初心者大会の場を乱し、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。チツ。はい。落ちいるんですかね、これ。
拾わない方がいいやつだよな。うん、まあなんか序盤はすごい真面目な謝罪文なんですけど、最後に秩っていう、これ何なんですかね。全部それで持ってきます。はい、まあなんかパソコンのトラブルということでね、仕方ないですね。すごいタイムも早かったんですけどね、まあメタナイトでちょっと事故ったのがありましたけど、ただそれでも後半はすごい追い上げてて期待できそうだったんですけど、まあちょっと桜島が噴火してしまったようなので、そこは仕方ないですね。仕方ないですね、そういうことだよね。はい、いやもう残念です。また何か機会があれば頑張っていただきたいなと思います。はい、次いきます。第9位、シグミンさん、タイム55分55秒、一言、楽しかったです、丸。おなみかんじゃねえかよ。小学生の感想かな。でもタイムは55分55秒5555、ロゴがいいですね。なんかカレー食べたくなりますけど、はい、ヤガミツーバサさん、まさに悪夢、はい、広告ありがとうございます。さあ第8位、ミドカビさん、タイム50分30秒、ウィングが最高なんやなってということですけども、確かにウィングめっちゃ使ってましたね。使ってましたね、ミドカビさんは、ね、本当にウィングばっかりでしたね。ヨーヨーでしたね。ヨーヨーめっちゃ使ってましたね。ウィングとヨーヨーが大好きなんだなっていうのがすごい伝わってきました。素晴らしい20周年の大会だったと思います。はい、小学生で9位は全然確かに小学生で今1時間切りはなかなかすごいんじゃないですか。すごいですね。はい、はい、第7位、無休さん、タイム45分44秒、急にタイムが早くなりましたね。今回あまり練習する機会がなかったので、次はもうちょっと頑張ろうと思います。カービィちゃん可愛い。カビちゃん可愛いです。可愛いですね、カビちゃん。このサムネもね、可愛いですからね。でも、あまり練習する機会がなかった度合いでも45分台ってかなり早いと思うんですけど、まあ、もし次が、はい、あったらぜひとも頑張っていただきたい。6位、コパンさん、タイム45分8秒、ハンマー合成がこの走りの全て、ありがとうございました。確かに、ボンカースミックス、あそこが一番盛り上がったかなと、一番のハイライトだったかなと思います。本当にありがとうございました。いや、素晴らしかったですね。無休さんはなんか名前が、どれが正しいのか、いまいちわかんないんですけど、これが正しい無休さんでいいんですかね。はい。なので、ちょっと名前がちょっとバラバラになってますけど。続いて、第5位です。シオンさん、タイム43分48秒、目標達成ですが、どうせ罰ゲームです、茶番は楽しめましたということで、なんか自己ベを更新できなかったら罰ゲームをするらしいんで、おお、楽しみですね。楽しみで言ったら失礼かもしれないですけどどんな罰ゲームをするんでしょうか。無休かっこ無休までが正式名称なんですかね。それは失礼しました。はい、第4位、モブさん、タイム43分8秒、本番で記録更新できてよかったです、まだ記録伸ばせそうなのでちょいちょい続けていこうと思いますということで、記録を更新したようなので、これは非常におめでたいです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、まだまだ伸びると思いますよ、本当に。今、ね、もう中ボスカットもありますからね、40分切りも遠くはないでしょう。いや、ぜひとも今後も続けていってほしいですね。うさぎちゃんかわいい。はい、さあここから第3位です。第3位、セーター担当、タイム42分51秒、一言、体毛でセーターが編めそうです。どんだけ生えとんねもうそろそろあったかくなるんだよな。もう春なんですけどね。まあ、次回大会までにぜひともセーターを編んでいただいて、そしたら僕がそれを燃やしに行くんで、よろしくお願いします。髪の毛はないのにね。はい、第2位、準優勝ピオさん、かっこ歌いて、タイム40分50秒、一言、パチパチありがとうということで、
準優勝ピオさんです。かっこ歌い手なんですけども、俺はあれですよ、申請の時にあのタイム申請の時に自分でかっこ歌い手って書いてたんで、そのまま載せてるだけですからね。謎の歌い手推し、マグロ臭い、ずーっとマグロ流してましたからね。マグロ、あれマジ謎なんですけど、ピオさんも自己ベ40分切ってますからね。今後、どうやら 100% の RTA もやりたいって言ってたんで、僕はかなり期待しています。ぜひともやっていただきたいなと思います。ちなみにこのパチパチありがとうっていうのは何かと言いますと、僕がピオさんの枠にあのスカイプ突をしたことがあるんですけど、その時に、まあ、歌い手として何が一番大事かっていうのを聞いた時に、コメントであのパチパチありがとうっていうコメントが来た時に、これをいかにうまく言うかがこの歌い手としての格を分けるっていうことを伺ったんで、それを受けてのこの一言だと思うんですけど、わかりましたか？もし、はい、ドレイクさんもバーバラさんももし歌い手を今後目指すことがあったら、僕コメントでね、パチパチありがとう、あのパチ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 っていうコメントが来た時にパチパチありがとうっていうこの言い方、いかにこううまく言えるかっていうところをあの研究して、覚えてました。はい、はい、歌うことない。歌い手を目指すときはぜひとも、あ、ほら209番さんパチパチありがとう、こんな感じです。はい、続いて、優勝といきたいんですが、マウスが止まりました。あ、動きました。優勝はもう皆さんお分かりですね。バン、私だ。いやいや、私でしょう。デイスイさんです。あれ違った、マジか。いやー、 0X さんもバーバラさんもかなりいいとこまで行ったんですけどね。でも優勝は泥酔さんでしたね。はい、タイム40分31秒。カービィすごく楽しかったです。しばらく他の RTA しますが、再開したら自己ベ36分台出るまで続けようかと思ってます。抱っこしてということで、抱っこして、僕でいいんですか？いや、僕は、いや、まあ、なんかちょっと恐れ多いかなと思うんで、バーバラさんどうぞ。いやー、僕いらないですね。いらない。まあ、女の子やったら考えるけどな。いらないって。はい。タイムは40分31秒。これ初心者大会なんですけど、合ってます？大丈夫？まあ、名目大会だからね。名目。まあまあまあ、なるほど。まあ、でも40分切っててもおかしくはなかったと思うんですけど、まあ、大会ということで一発勝負だといろいろありますから、まあ、今後も続けていただけるということで、ぜひとも期待しております。36分台目指してください。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは特別賞を発表いたします。特別賞は今回、3つ一応準備しております。項目何が出てくるの？特別賞、はい、まずは自己ベ更新賞、おめでとうございます。モブさんが44分9秒から43分8秒、ミドカビさんは52分50秒から50分30秒、ムキューさんは48分から45分44秒。一発勝負のこの大会で自己ベ更新、素晴らしいです。おめでとうございます。3人もいたんですね。そうなんですよね、実は3人も更新してたんですね。みんな1分以上更新してますね。まだまだ伸びしろがありますね。そうですよ、1分更新したら1位かな。世界が更新されてもあれ、ゼロックスさん今何分だっけ。23秒だ。ああ、じゃあ今1分更新したら世界ですよ。まあやらないんですけどね。いやいや、やってくださいよ。まあ今回自己ベ更新した皆様も今後ね、あのこの機会にまたカービィを始めていただければと思います。
三人じゃよじゃなくて。はい、それでは続いて、ミスターダイヤマン、シオンさんです。おめでとうございます。え、これ、どういうことですか？いや、もう、この人こそまさに、ミスターダイヤマンかなっていう感じで、あざすって。最初にミックスいろいろミスって、結局最終的にホイールが出て、ホイールで進んで、で、途中、あの壁抜けを成功してましたが、その後のミックスでまたホイールが出て、まあその後またミックスしてジェットを出してたんですけどね、まあ、一番この人のホイールが印象に残ったかなと思ったので。なるほど。まあ結構みんなタイヤ出してましたけどね。最初はあの一番タイヤを出した回数が多い人にしようかなと思ったんですけど、もうそんなの調べる暇がありませんでした。なのでシオンさんが、ミスタータイヤマンでお願いします。おめでとうございます。スポンサーであるブリヂストンからお、ね、タイヤが、タイヤ1年分、タイヤ1年分ってタイヤ1年分って何でしょ。買えねえ。さあ、最後は茶番王に輝いたのはアオニートさんです。おめでとうございます。やってましたね。もうこの右の画像が全てを表してるかなと思います。あのいや実際にやってた茶番もあの非常に多彩でまさに茶番王にふさわしいと思うんですが、あのまさかの機材トラブルで、ね、復帰できなくなって復帰し、トラブルも茶番に含めていいのかなっていう感じになるか。それも含めてね、茶番王ということで。なるほど、トラブルまで。もう言葉はいらない。そして最後、でも、エイジさん抜きましたからね、まさかの。よかったね、やはりね、記録が早だかってお上手ですね。そうですね。まあ、それも含めて茶番王ということで。まあ、今回は非常に残念でしたが、自己目自体は一番早かったので、まあ、またね、何か機会があったら、機会があったらあるんですか。名目を初心者大会じゃない何かにしないといけないですね。そして次やるとしたら何だろうっていう、初心者大会じゃなくて、まあ中級者大会なの。判断難しいですね。でも次まあやるとしたら早いけど4月27とかカービィの初代カービィの、それを逃したら、まあもう適当に大会やるんですかね。どうでしょうかね。初心者中級者大会。ドンキみたいにそうやって分けるのもまあありはありですよね。初心者中級者。無差別級ってなんだ、無差別級って。無差別。まあそれ大会、それは大会でいいと思うんだよね。そうですね。デスマッチ大会、世界茶番選手権。まあまあ何かしらできたらいいなと思います。はい、ということでここまでで、全ての特別賞結果発表も含めて終わりです。そして最後に明日は9時から 100% RTA をします。並走しろ、頑張ってください。誰か並走すんのかな。誰も誰も何も言ってないんですか。いや、直接声をかけてお前並走しろっていうのもあれなんで、そうですよね、明日は火曜日、平日なんで仕事がっていう人もまあいると思うんで、まあ、僕も9時ちょっと間に合うか怪しいところはあるんですけど、まあ、間に合ったらね、一応やるつもりではいます。誰か並走してください、お願いします。何でもしますか。はい、ということで、閉会式は以上となります。皆さん本当にんじゃなくて誰か実況してよ。あ、ミラーもそうですね、してほしいなと思いますけど、まあ結局僕一人で走りそうな気はするんで。はいはい、ということで、スーパーデラックス RTA 初心者大会以上をもちまして終了です。
ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。ああ、疲れた。本当に疲れた。クレさん、本当に準備からね、今日のなんやかんやも大変だったと思いますけれども。いや、なんか、もっと手伝ってもらったらよかったかなとも思ったんですけど、こう、どうお願いしたらいいのかなっていうのもあったんで、はい。まあ、もしもあるときは次はミラーとかだったらね、お手伝いはできると思いますけどね。そうですね。今回も、で、人口も増えたんで、まあ、そういう、あの、カービィ参加者の中から誰か手伝っていただける方とかいたら、大会もしやすくなるかなと思うんで、ミラーとかもね、していただけると嬉しいですね。まあ、もし大会があるならですけど。そう、ここからですね。そこからですね。はい。とりあえず今日のね、この大会見て、カービィやろうとか思ってもらえた人がいるなら、それでね、ああ、いいかな。それは確かに。そうですね。まあ、皆さん、どうでしたか？いい大会になったでしょうか？楽しかったです。丸。小学生並みの感想。よし。あるじゃ、あるならじゃなくてやるんだよって。確かに。明日やろうはバカ野郎。この度。第2回ぜひ。ということで。第2回、人集まりますかね？同じ人が集まる。まあ、全然それでもいいと思うんですけどね。同じ人が集まっても。まあもしかしたら今回日程的に無理だったなとか人もいないとも限らないので。まあそれも確かにそうですね。ああ、うん、そういえばドラムさんも申請してたけど辞退しちゃったんでね。まあ、ドラムさんもすごい期待してたんですけど。またなんか機会があったら参加していただきたいなと。無念の某ドラムさん。伏せてないな。初心者中級者大会ができればやりたいと思います。やるならね、僕も出たいですしね。ああ、そして今回はあの僕のコミュニティでやらせてもらいましたけど、次回からはあの総合の方で RT 運営込みの方でやれればなと思ってます。なのでまあ気が向いたらそっちの込みの方にも入っといてください。何かイベントがあるかもしれません。区間リレーにしよう。区間リレーってどうですか？どう分けるかによりますね。楽しそうだけど。そうですよね。まあ、分けるとしたら、普通にダイナとかメタナイト、洞窟が一番長いけど。洞窟と銀河が。分けるとしたら3区間ですかね。ダイナ、メタナイトで1区間。で、洞窟で一区間。グルメと、あ、そっか、格闘があるな。格闘前、誰か個人でやってましたよね、確かね。あ、そうなんですか。大会ではないけど、なんか、そうですね、できるならチーム戦がしたいですね。人数だな。人数。でも集まるでしょうね、多分。区間だったら全部やるわけじゃないですからね。部分だけやればいいだけだからやりやすいですよね。そうですね。時間で考えると、ちょっと多くなりますけど、ダイナ、メタナイト、グルメ、春風で1セット、洞窟で1セット、銀河格闘を1セット。格闘だけやりたい。5分ぐらいで終わるんじゃないですかね。格闘は、まあ、10分ぐらいですね。ぐらいか。銀。やると6分半。あれ？そんなかかるっけ？ 10 分はかかりますよ、確か。10分。そんなかかんないか。話してるな。まあ、銀河と合わせて25分ぐらい。早ければね。早い人の記録の換算でいくとですけど。刹那はやらなくていいです。カービィ駅伝。まあ、やりたいですけどね。それかもうスパーデラだけじゃなくて、カービィ2とか3とか64とか幅を広げていく。多分被るんでしょうね、走る人がね。あー、そうですね。それはありえますね。
カービィ2の、カービィ勢はなんか、みんな他のカービィ作品もやってたりするから。多いようで少ないですね、カービィ勢って。だから。そうなんですよね。東京のコムの URL が欲しいです。あれ、クールさん、コミュニ貼ってないんです。貼ってないですね。あれ？ああ、僕のコミュニティの、まあ、そうだな。やっぱこういうのは貼っとくべきだったのかな。はい。少々お待ちを。ルールはぐらいしか。あ、総合込みの方か。それは貼ってなかった。失礼しました。総合込みは。まあ僕の持ってるんですね。コミュニティ55666。今貼ります。あ、ありがとうございます。総合込み入ってる人多いから、スパデラの人気はあるんだろうなと、前々から思ってはいたんですけど。どうなんでしょうかね。あ、あと、ずっと思ってたんですけど、コミュニティ動画に、セックス川崎が、ちょっとあるんですけど。はい、ありますよ。これが本当にずっと前からあります。ずーっとトップに見えてるんで、これちょっとどうなんだろうって思ってるんですけど、かといってね、僕がコミュニティもらったからって、じゃあ、消すかっていうわけにもいかないと思うんで。いやもう自由にしていいと思うんだけどね。かなり持て余してるんですけど。川崎っていう動画がね、まあコミュニティ動画あるんですけど、ここの動画もね、なんかもっとバンバン貼っちゃった方がいいのかな。ここが動いてないから、このコミュニティ動いてねえんじゃねえかみたいな感じもありそうだし。簡単な解説動画とかあったらね、いいかな。それはでも何か上げてる人がいたような。クールのは上げてるけど、あれコミ動画にやってるわけじゃない。ああ。まあなんかそうですね、その辺もちょっとおいおい考えたいなと思います。俺は何もできない人なんだけど。バーバラさんにもちょっと、いろいろ権限与えて、てか、バーバラさんもともと権限ついてたような気がするんですけどね。僕が最初、メンバー一覧見たときに、なんかいろんな。放送はできるけど、っていうところじゃない。確認したことがないけど。僕も放送だけ。そっか。あ、間違えた。なんか変なことしちゃった。あれでは全オーナー言ってやるな。本当だ、生放送権限だけにしてるな。俺がしたんかな。動画はどうしようかな。まあその辺も適当に考えます。あ、こっから多分サウンドになってる。はい、ということで尺が余ってます。余ってますね。あと1分。1分。明日なんかね、なんか見てて思いましたけど、 RTA、 あれあら、バーバラさんが喋ってる途中で消えた。タブレットの充電が切れたとか。ああ、かもしんない。はい。まあ、最後までなんかトラブルありましたけど。バーバラの冷圧が消えた。消えた。なんか面白いこと言ってっても、それ合コンの女子みたいなノリやめてください。そういう、そういう尺稼ぎ。こうやってね、トラブルを挟むことでうまいこと尺が繋がっていくっていう。尺を埋めていく、なんとか。なんとかね。本当に皆様お疲れ様でした。練習、お疲れ様でした。とりあえず、青ニートさんは残念でした。また頑張ってください。お疲れ様でした。あ、皆様本当にありがとうございます。バーバラさんいる？あれ、ちょっと聞こえて